紙水吉田流紙水、制作方法の一例紙水とは、締め縄や玉串、払い串、三手倉などにつけて垂らす、特殊な立ち方をしておった紙である。単に紙でとも表記し、紙でとも書く。文献での紙水の例として、古事記の天の岩戸伝承の中で書かれている。岩戸の前で、榊の枝に下げた、白湖んで、青にずんでが、その書出と言われている。脂でという言葉は動脂。 シデずの連用型で、しだれると同根である。古くは木綿を用いていたが、現在では紙を用いるのが、一般的である。立ち方、折り方には、いくつかの流派、形式があり、主なものに、吉田流、白川流、伊勢流がある。他にも二水、八水にするものなどがある。また、締縄作りの伝承の中で、球字、糸の象形に見えるように、糸、糸、 糸と発生しながら折るという句伝もある。落雷があると稲が育ち豊作なので、神水は雷光、稲妻をイメージし、邪悪なものを追い払う。玉串、払い串、御手倉につけた場合は、払い具としての意味だが、締縄に垂らして、新域、斎場に用いた場合は聖域を表す印となる。また、相撲の横綱は、横綱土俵入りの際に紙水を垂らした綱をつける。 ありがとうございます。